君よふんどの川を渡れは1974年発行の西村久し行きの小説。また、それを原作として、大英、長田プロが制作し、1976年2月11日に、小築系で風切り公開された日本映画。西村久し行きの同名小説を原作とした、佐藤淳いよいよ監督による、サスペンスアクション映画。高倉健の東映退社後の、 1> 第1作目であるとともに、大英社長だった長田正一の映画プロデューサーとしての復帰第1作目でもある。151分、カラー、シネスコ。映画は1979年にも中華人民共和国で、水部というタイトルで公開され、文化大革命後に初めて公開された外国映画となった。公開は無実の罪で連行される。 主人公の姿と文化大革命での理不尽な扱いを受けた中国人自身の姿を重ね合わせて観客に共感を持たせ大変な人気を呼び中国での観客動員数は8億人に達したとされ高倉健や中野良子は中国でも人気俳優となった田中国は中国においては北の国からの黒板五郎役よりも本作の横道刑事役で知られている 2017年に、ジョン・ウー監督のリメイク映画、マンハントが公開された。また、後に、佐藤淳いよいよは、未完の大曲、空海、頓光を中国で撮影し、高倉健は、今作品により高倉のファンとなった、超芸能監督の短期、千里を走る、で主役を演じた。タイトルの、フンドは、フンドと読まれているが、 これは映画化された時にそう読ませたためである。原作本の裏表紙には、原作者の顔写真とともに、憤怒とルビ表記がある。1976年10月10日の新宿。ある大儀士の不審死事件を単独捜査していた、東京地方検察庁刑事部検事、森急冬人は、突然、警察官に強盗障害容疑で連行された。警察官は、 水沢恵子と名乗る女性の通報を受け、森久を拘束したのだった。新宿警察署へ連行された森久は、旧地の警視庁捜査第一家、山村警部を呼び出し、無実を主張する。すると、今度は、寺田俊明と名乗る男性が、この男にカメラを盗まれたと、森久を名指しで通報してきた。森久には身に、覚えのないことだったが、証拠が揃いすぎていた。 完璧な罠だ。森球は家宅捜索の隙を見て逃亡する。新聞は現職検事が凶悪犯と高市検事即日免職と書き立てた。森球は水沢慶子を探しに彼女の郷里の都へ向かった。慶子は本名を横道かよと言い、寺田は彼女の夫の横道刑事と判明した。だがその時にはすでにかよは殺されていた。森球は かよあての手紙から、横道刑事が、北海道のサマニにいることを知り、北海道に飛んだ。森久の逮捕状は、強盗犯から、横道会を殺人容疑に切り替えられた。その頃、矢村警部は、横道の経歴を洗い、彼が、モルモットやハツカネズミを飼育し、製薬会社の実験用に売りさばいていたことを突き止めたが、森久との関係は出てこなかった。 北海道様にで森球は横道の家を見つけたが、そこには刑事が待ち受けていた。森球は日高山中の林の中に逃げ込む。だが、その森球を散弾銃を待った二人の男が追ってきた。逃げる森球はある事件を改装した。ホテルのレストランから飛び降り、即死した朝倉大義士。証人である正解の黒幕。 長岡良介は飛び降り自殺だと言い、矢村警部は自殺説を主張し、森久は他殺説を取った。あの日、森久は朝倉大義士のけが経営している新宿の小料理屋に聞き込みに行った。そして、横道海洋がいきなり、矢村の追跡は必要だった。その非常線を突破して深い森の中に入り込んだ森久は、 獣の罠に仕掛けてあった銃を取り外した。その時、巨大なクマが女性に今しも襲いかかろうとしていた。クマ目がけて発砲した森岡だが、手傷を負った熊に追われ、激流に落ちた。翌日、森球は東パ牧場の寝室のベッドで目を覚ました。昨日、熊に襲われそうになった牧場の娘、まゆみが、今度は、森球を救ったのだった。まゆみの父、 園配義則は北海道知事選に立候補中だということもあり、一人娘が森球に好意を寄せているのに困惑する。彼の秘書、中山が警察に通報したため、真由美は森球を奥深い山の中の小屋にかくまった。しかし、食料を運ぶところを矢村警部に突き止められ、森球は逮捕された。その時、熊が三人を襲い、矢村が負傷した。 森球と真由美はヤムラを解放したが、気がついたヤムラが、なおも森球を逮捕しようとしたので、森球は再び逃げた。岩場の穴に逃げ込んだ森球と真由美は二人の愛を誓い合った。一方、トーパは娘のために知事選を諦め、森球を逃がす決心をした。牧場の周囲は警察が包囲しているため、自家用セスナ機を森球に提供した。 操縦のできない森岡田が命をかけた。止めるようにと絶叫する眉毛を後にセスナは本州へと飛び立った。セスナは東京付近の海岸に着水し、森急は警察の裏をかいて東京に潜入する。その頃、眉毛も牧場の仕事で東京に来ており、森急が新宿で警察に包囲されていた時、馬を暴走させ森急を救出した。 やがて森久は、矢村の協力から横道が何者かに強制収容された、精神病院に患者を偽って潜入するが、横道はすでに投薬によって、廃人となっていた。そして長岡良介が、院長、道東正康に命じて、密かに新薬の生態実験をしていることを突き止めた。また、朝倉第二子の不審死事件の真相も、 長岡良介による暗殺であることが浮かび上がった。長岡や同等は横道を廃人に追い込んだ新薬を利用して森球を殺害しようとするが、これに失敗。間もなく矢村通も駆けつけるが、一連の真相が明るみに出る前に同等は自殺してしまう。森球の無実を確信した矢村は韓国に逃亡しようとしていた長岡の下に森球と共に踏み込んだ。 矢村は、長岡に拳銃を向け、同等のように、飛び降り自殺しろと迫る。長岡は抵抗の末、射殺される。長岡の死により、真相が明るみに出て、森久の無実が明白となった。森久は、矢村と上司の伊藤賢治生に、法律では裁けない罪や悪があることを知った。二度と人を追う立場にはなりたくない。と言い残し、真由美と共に去っていくのだった。 音楽大英を倒産させた長田正一は1975年4月に自宅や劇場などを売って弁済し法律上の責任を得たことから3年半ぶりにプロデューサーとして復帰した。ただ組合との紛争は未解決であった。このため長田は金を全然持っておらず生活するのがやっとの状況。本作は大英を買った徳間康義が 国際的に知名度の高い長田を引っ張り出したものであった。長田は映画界に大きな功労のあった人ではあったが、業界からはあんなに迷惑をかけておきながら、よくもカムバックされたものだという見方が強く、業界からは全然人気がない人で、旧、大英の重役にも慕う者はおらず、当然お金を進んで貸す人もいないため、制作費に億円のほとんどは徳馬が工面した。 風切理事のポスターには制作費5億円、撮影日数6ヶ月と書かれている。1975年5月19日、東京ヒルトンホテルで、長田のプロデューサー復帰会見があり、長田は映画に生き、映画に死んでいきたい。今一度映画プロデューサーとして生きていきたいと恥を忍んで復帰しましたと述べた。この時、 本作を第一作都市1975年6月末、クランクイン1975年10月公開を予定していると話した。長田は一プロデューサーとして、東本清掃。新幹線大爆破を見た本作のプロデューサー、宮古徳子が新幹線大爆破の坂上淳東映プロデューサーに、監督に佐藤淳いよいよ貸してくれと頼んだとされ、監督に、 東映専属の佐藤淳いよいよと同じく主演に東映専属の高倉健を借りるため、長田が岡田茂東映社長に頭を下げ、承諾を得た。高倉のギャラは1500万円。高倉の他社出演は、勝ちプロ制作、東方配給の無宿に続いてのもの。岡田から配給など、他の協力は勘弁してほしいと言われ、配給先に難航し空中分解になりかけた。 松岡伊佐夫東宝副社長には正式に断られ、他のキャスティングも長田の復帰作として、旧大エースターの山本藤子や芸町子、南田陽子、宇津井健、勝慎太郎、田宮二郎らが出演するのではと言われたが、出演はなかった。松竹も自社の制作が減っているのに、他社作品を配給することに、組合がうるさかったが、1975年9月に入り、 長田と木戸志郎小築会長とのトップ会談が行われ、9月4日、正式に小築での配給が決定し、予定より遅れ1975年9月20日過ぎから、クランクイン1975年12月完成を目標にし、1976年2月頃公開と発表された。小畜恒例の正月映画、男は辛いよが1976年正月は、 制作が危ぶまれていたため、1976年正月映画に、君をふんどの川を渡れを持ってきたらという案も出たが、監督と主演が、東映では、同義的に無理と1976年2月以降の公開に決まった。1975年9月20日、クランクインに先立ち、調布大映撮影所で、君をふんどの川を渡れ制作発表があり、 長田ラッパが吹き荒れるかもと期待し大勢の報道陣が集まった。会見で長田は、今度新大 A の徳間市の協力で、私の復帰第一作を撮影する運びになった。監督の佐藤くん、主演の高倉くんは、東映の岡田社長の行為によるもので、また配給は、小畜と決まり、関係者に感謝している。追い先短いが、今後は、対策と言われるものを年に一本は作りたい。 10年に生きれば10本は作りたい。その中で3本ぐらいグランプリを狙いたいと少しラッパを吹いた。徳間は長田氏の復帰第一作を日本映画界挙げて協力する作品になった。大英映画としても第三作であるので全力を挙げていい作品にしたいと述べた。撮影、高倉健が前作、神戸国際ャングの撮影中に落下して足に怪我をしたため。 クランクインが2ヶ月ずれ込み、1975年9月から1976年1月まで撮影した。新宿駅西口近辺を馬が失踪するシーンの撮影は新宿警察署に1ヶ月毎日通い許可を取った。1979年1月5日、ゴールデン洋画劇場にてテレビ初放送。マンハントは2017年の中国映画。 ありがとうございます。